ディロン夫人、テレーズ・ルシー・ディロンは、ブルボン朝末期フランスの貴族女性、ディロン伯爵夫人。王妃マリー・アントワネットの助官となり、創生するまでの短期間、取り巻きの一人として長遇された。ジャコバイトを支持する亡命アイルランド貴族の家庭に、生まれた。父は、キルケニー出身のロソ伯爵、チャールズ・エドワード・ロス。母は、第六代フォークランド子者クルシア・スケアリーの、 末娘ルーシー・ケアリー。父方祖母は、第二代ミドルトン伯爵の娘、母方祖母は、アーサー・ディロン伯爵の娘である。1768年、十宿府アーサー・ディロン伯爵と結婚、一男一女を設けたが、長女アンリエット・ルーシー・ディロンの実が生育した。美貌で知られ、王妃マリー・アントワネットのお気に入りとなり、王妃の取り巻きサークル、プチキャビネへの出入りを認められた。 1780年に、院外の宮廷女官に任命され、常に王妃に禁じするようになる。ディロン夫人は、王子のナルボンヌ大司教アルティール・リシャール・ディロンの、経済的な庇護下にあったため、大司教の手先ではないかと噂された。やはり王妃の遊び友達だったゲメネ夫人とは、親友の間柄だった一方、その夫のゲメネコートも愛人関係だったため、 王妃の朗読係ベルモン神父は、ゲメネ夫人やディロン夫人のような、堕落した女たちを側近に置いておくことについて、王妃に強く還元した。肺結核を患い、1782年31歳の若さで世を去った。王妃は病床のディロン夫人をよく見舞い、その不法を聞くや、ひどく悲しんだとされる。ところが、王妃は、夫人の死の翌日には、 フランス座への劇場が良いを復活させようとした。助官のデュラ公爵夫人が、フランス座に向かうと、サンシュルピス教会の前を通るので、理論夫人の壮烈に出くわすかもしれないと進言した、ため、劇場行きは取りやめられた。この話は広く、交換に伝わり、親友の死の悲しみをついたちで忘れてしまう白状な、女、という王妃のネガティブな公的イメージを強める結果となった。 ありがとうございます。